先ほど元将からまた杏仁豆腐をもらったんだが、シャンリンが作ったものをまだ食べていなくてな。お前も食べてみるといい。我の舌はお前ほどではない。その違いは感じ取れないだろう。俗世の生活もきっとそれぞれに違いがあるのだろうな。今後はもっといろいろなことを語ってくれ。我も耳を傾けるとしよう。